どうも、エル歌舞伎のエルベダです。はい、どうも、デロリアン林です。ということでね、はい、旗ヨーク、はい、旗ヨークさん、マスク発見かとテンション上がるも、うん、残念というアメーバニュースさんなんですけども、なんすか、お笑い芸人の旗ヨークが5日に更新した自身のアメブロで、はい、薬局で残念だったエピソードを明かしたということなんです。おこの日、旗は発見と題したブログを更新、はい、全国的にマスク不足ですと切り出し、ね、はい、まあ、これね、これ大事なことですから。いや、まあ、そうですよ。薬局に行ってもなかなか手に入らず、うん、ダメ元で中に入ったとマスクを求め、うん、薬局に足を運んだことを報告、うんうん、続けて、はいはいはい、あ、マスク発見とテンションが上がったと明かすも、うん、アイマスクでした残念と自身のネタに載せて落胆した様子を綴りブログを締めくくったということで、あ、これはね、はい、小梅太夫のように再ブレイクを狙ってる可能性が高いな。いやいやいや、嘘漫談じゃないかなと俺は踏んでますね。はい、なんかね、うん、ちょっとね、弱さがリアリティなんですよ、ね、これあ、リアルっぽい、リアリティがあるな、この弱さは。マスクって字を見ちゃって思いついたのかな、多分思いついたんだと思うよ。あ、多分合いますしかねえのかよ、そうって思ったんだよね。でもさ、旗ヨークさんのブログとか俺さ、まあ、ちょっと今時間がね最近ないから追っかけれてないんだけど、いや、ライブねえだろ、残念って、うん、ずっとやってるのかな、それとも久しぶりに書いてあるかなっていうの、ね、うん、あ、気になりますよね。ちょっとこれ見ていかないと、そうね、ウォッチングしないとダメかもしれないですね。もしね、これ聞いてる方で旗ヨークさんのブログを見る時間があるよって方はね、いや、お前が見ろよ、ハッシュタグエルラジの方、お前が見ろよ、こんなこと書いてましたよとかね、あ、教えていただけるとありがたいかなと、あ、なるほどね、いうふうに思いますが、なおさらね、エル歌舞伎と、うん、お前らこいつらの、うん、この人のブログ見てないんかいでもいいですよ。そうね、そうそう、あ、そういう気教えてもらって、そうそうそう、僕らのね、やっぱ趣味範囲で、ね、あの限界ありますから、あ、そうそうそう、やっぱ狩矢崎さん中心にいつも置かれてますね。だからそういうのあったらね、皆さん発信教えてください、エルラジでお願いします。そうです、はい、そしてね、格闘家 YouTuber 朝倉未来、はい、煽り運転で怒鳴り込んできた男を撃退、めちゃめちゃダサいということで、うん、これプロ格闘家で YouTuber の朝倉未来が3月4日に煽り運転に遭遇した模様を収めた動画を投稿したと。はい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 、はい、で、地元愛知県の豊橋市で歩きタバコを注意する動画を撮影すべく、うん、車を走らせていた朝倉とそのスタッフたちで、これあのドッキリみたいなやつをね、歩きタバコを注意したいってなる電波少年だ。そうで、朝倉ね、甲斐選手の方かな、その弟さんかな、うん、の方はなんかオタクみたいな格好して歩きタバコを注意すると、うん、で、なんだよみたいになってきたら裸になってシャドウを始めて、その人たちが静まるっていう、あれじゃん、うん、モニタリングだ、モニタリングみたいな、はいはい、の自分たちやってんだけど、やってんだ、はい、で、信号待ちの際、前方の車が青信号に変わったにもかかわらず発進しなかったため、うん、発進を促すべく軽くププッとクラクションを鳴らす。まあそれは普通、まああるよ、あるよ。すると前方の、うん、車の運転手は逆上したらしく、うん、動き出したはいいものの超低速走行を始めた、うん、仕方なく朝倉たちはもう一つの車線移動して抜き去った、うん、しかしその車も同じように移動し、うん、朝倉たちの後ろにピタリとつけ、うん、クラクションを鳴らしながら追い回してきた。おー、でここまでは朝倉選手がこう話で収めておいて、うん、ここからはカメラが回されたと。なるほど、煽り運転の時は撮れてないんだけど、煽り運転がこういうことが実はありましたって言ってから多分カメラを回してるんでしょうね。で、なかなか煽り運転をやめなかったので朝倉たちが車を道路脇に止めると、はい、煽り運転を続けていた車も停車、うん、中から男が出てきて、うん、舐めた運転してんじゃねえぞと朝倉たちの車に詰め寄った。あらまあ、しか、あ、知らないって怖いね。しかし車の窓が開き、助手席にいる、朝倉がいることが分かると、あ、怒り狂っていた男の態度は一変、うん、いや、すいません、朝倉未来さんですかと言い、うん、朝倉が落ち着いた助手席、そうだけどと返すと、うん、あの気づかなくてとたちまち言い訳になったと。いや、ダサいですね。で、朝倉さんは、うん、スカッとジャパンに投稿できるぐらいの変わりようでしたと、あ、締めくくったということなんですけども。いや、テレビめっちゃテレビ好きじゃん。詳しいんですけど、テレビ好きじゃん。これさ、でもさ、はい、やっぱ危ないよね、その朝倉選手はさ、まあまあまあ、やり返せないところもあるじゃないですか、プロ選手だから。そうだね。いや、だから怖いのが、うん、これ朝倉だから見てわかるわけじゃん、うん、逆の方にね、これさ、知らない場合でさ、うん、むちゃくちゃ強いやついるじゃん。あ、ね、この場合ってどうなんだろうね、うん、いや、やっちゃうのかな。でも格闘界で今一番強い男だからね。あ、そういうことね。だから衝突に あっちも腕に自信があって、朝倉とか知らない場合とかさ、確かに、だって道場破りに来てる場合は、うん、その道場破りに来たんですね、何か書かせて、うん、私たち責任ありませんまで一筆書かせることはできるけど、うん、この場合はちょっとドッキリ引っ掛けにいってるところがあるから。まあまあそうだよな。だ、前田明も心配したって言ってた、朝倉会議が、あの歩きタバコを注意する動画に対して、うん、お、心配したよ、お前どうなるかな思ってヒヤヒヤしてみたよって言ってましたから。まあな、向こうナイフ持ってる可能性もあるしな、ね、そうね。
気をつけてね。日本の宝だからね、朝倉兄弟は。でもストリート出身だからな。なるほど。やべえの、やべえ動画逆に撮るかもな。ストリート出身だから何かあった時は動画をお蔵入りしてる。お蔵入りで別に何も報告しないっていうね、うん、ってことになるかもしれないな。じゃあ怖えわ。強いな、朝倉兄弟。いやいや、ダメだよ、手出しちゃダメだよ、ね、あそこは。あとはね、うん、ヌーブラヤッホーのあのコンビは今何をしてるっていう記事で、萌えちゃん、萌えやん、萌えやん、はい、あそう、萌えやん、萌えやんは、はい、ヌーブラヤッホーのギャグが有名な萌えやんの今をリアルライブが伝えた、うん、はいはいはい。赤い全身タイツを着ていた池部愛は現在絵本作家として活動している。絵本作家になる方多いですよね。青いタイツを着ていた久保いろはは、うん、ボイストレーナーの講師をしているということですね。ねえ、そうね、そうなんです、ね、そういうことになっています。マスト、はい。特に何もないですけど、ね、特に僕、あれ、ね、お会いしたこともないかな。お会いしたことないですね。ないですよね。ねえ、はい、だからなんかね、ちょっとこうカラフルなもじもじくんみたいなね感じで一時期いいよ人気もそれぐらいだけ言うんだったらもういいよ、ありました。以上ですよ、ね、いいよ。そんなことはカットしろよ。これあったんですけれども、これ全部カットしろよ。あとね、はい、あの牧原マッキーがね、はい、あの湾岸署の前でこう頭を下げたんだけど、トースポの記事によるとね、写真が出てんだけど、はい、上の歯が前歯1本しかないわけ。1本しかないんだ。そう、一本がないんじゃなくて、一本しかなくて、一本しかないの。そうなの。え、ほんと、え、じゃあ、うん、え、だからどういうこと、どういうことかよくわからないけど、とりあえずね、世界に一つだけの歯ってつぶやいておいたんですけど、ね、え、あとはね、そのあれじゃないの、うん、いい声出すように歯もう全部あ、なるほどね、ったな、プロ根性で、あの松田優作みたいな、松田優作みたいな、あの松田優作と、三国連太郎みたいな、あの歯をね、うん、全部抜いて、なんかありますよね、うんうん、だからなんかね、マッキーもしね、まあこれ、まあ、あの保釈っていう形になりましたから、うん、とりあえずね、あれですね、口周りのちょっと清潔にしていただけたら嬉しいかなっていうふうに。まあコロナついちゃったら大変だもん、うん、いやまあそうですよ、コロナ持ち込みそうな、だから不潔にしたらよくないですから。いや、ひげはいい、不潔、ひげイコール不潔じゃねえからな。いやでもあのひげはちょっとね多いし。あとはね、だから古舘一郎さんがそのトークライブでネタでやってたんだけど、うん、なぜ有名人はみんな東京の湾岸署から出てきて頭下げるんだっていう。まあそうね、漫画でしょうね。そう、俺はあれね、うん、ハリボテのスタジオだと思うんだよって言ってた。あんな書はないんだよって言ってましたね。御用達だもんね。芸能人御用達すぎるよ。なんで移送させてすることによって、フジテレビがスタジオが2個ぐらいあるから、うん、有名人がいっぱいいるから紛れ込ませられるのかな、わかんないっていう理由なんじゃないかなって俺は思ってるよね。なんなんだろうね、うん、だどこで捕まっても湾岸署にいるっていう感じ。そうそう、芸能人は湾岸署から必ず出てきて、うん、マスコミ、怪しいよね、マスコミを集めやすいのかな、フジテレビもあるしみたいな。なのかな、なんかそういう意味合いがあるような。 だとしたらちょっとなんかね、うん、だってさ、フジテレビだけじゃないもんね、その近くの駅の天王寺アイルとかもテレビ東京あったりとかするから、割とテレビ関係マスコミを集めやすいっていうなんか意味合いがあるんじゃないかなっていう。赤坂署とかねえか、赤坂、まあでもさ、湾岸署の方が車とかも人とかも、まあ赤坂ちょっとゴミゴミしてるかな。あー、なるほどね、そういうような意味が。なんでマスコミ対応してんだよ。いやでもそういうことだろ、多分マスコミ対応しなくていいだろ、あれは記者会見用じゃないけどさ。 あとね、うん、辻のぞみさんが自宅バルコニーで外ランチ、うん、外ランチショットに反響、めっちゃ素敵ということで、なんか今ねやっぱこうなかなか出かけたりできないんで、家にあるバルコニーで子供たちと一緒にこう外でランチをしたということで。あー、そうなんですか。とうとうね、はい、ネットの世論がね、はい、辻のぞみ賛否に、賛同に来ましたよ。賛が多くなってきた。賛多くなってきた。おー、すごい。ミシンで手作りのマスクにも感心してしまったとか、ね、わー、よかったね。おいや、ここで発信してよかったですよ。すごいですよね。ミニモリん時は好感度あったんすからね、多分、まあ、辻ちゃんもカボちゃんも、まあ、そうだね、 W でしょ、まあ、自らこう浮き沈みをね体現している、すごいことですよ、まあでね、ブログだけでね、うん、そういうことなんですよ、うん、これはちょっとね感慨深いなっていうような、確かにね、ずっと追っかけて見てましたからね、うん、こういう番組では、我々はね、やっぱウォッチングして来てハロプロ世代ですから、ね、うん、ね、外でね、うん、家でプールしただけで怒られるぐらいですよね。そうですよ、幼稚プールしただけで、ね、四国ではダムの取水制限始まってるのに大丈夫っていうのクレームの角度がエグかったのに。今バルコニーのランチはもう、もう逆にミシンの手作りマスクも感心しましたね。別の動画から自分で拾ってきてたからね。まあよく調べたなという、よく分かったのね、ところかなと、うん、ね、思っております。はい、
まあそんなとこですかね。まあそんなとこですか。はい、3月6日の、TBS ラジオマイナビラフターナイトでエル歌舞伎のネタがアップされてます。流れてますんでね、YouTube に上がってますんで再生回数投票数競ってますんで、よかったらちょっと見てみてください。宣伝してくださいと。そうですね。はい、よろしくお願いします。といったところでまた明日お聞きなさってください。はい。